はい、ご視聴ありがとうございます。リラクエアの花澤です。この度はご予約について変更点がありますのでご案内します。この度緊急事態宣言を受けまして、新規の方をお断りしてたんですけれども、それが解除になりましたので、1日お一人でしたらご新規の方もまた前と同じようにご予約申請を受け付けいたします。もう始まってはいるんですけど、日によって空きが出ればご予約申請はしていただけるということになります。リピーターの方でしたら、予約サイトを使わなくてもですね、リゼルバの方ではなくても、私の LINE ですとかメールですとかにご連絡をいただければと思います。まあ、その時は、ご希望の日時やコースをお伝えいただいて、ご返事するという形になります。まあ、緊急事態宣言は解けたんですけれども、保育園はやっぱり自粛、自宅保育をなるべくしてくださいということで、登園は自粛は続いておりますので、やはりなかなかその朝から夕方までというような営業はできない状態にはなっております。リピーターの方であっても1日にお一人もしくは一組という形で2時間を最大限としてお受けいたします。まあ、一組という場合はご夫婦ですとかで、詰めて、例えば10時に1時間で終わり次第11時15分ぐらいからまた次の方、奥様が10時からだったら旦那様が11時15分からみたいな形で詰めて、合計時間が2時間以内になるようにお取りいただくという形でしたらお取りいたします。臨時営業といたしまして、土日ですとか祝日も、まあ、1日お一人でしたら、まあ、日によってはお受けできるかもしれません。ただしそちらはリピーターの方のみになります。またお受けできるとも限らないということも、ご理解いただいた上で、ご希望でしたらご申請いただければと思います。ただこういう形でお伝えしていますので、ご応募がね多数いただく可能性もありまして、ちょっとお返事が遅れる場合ですとかお断りになることも、考えられます。恐れ入りますがご了承いただきますようお願い申し上げます。まあ、なかなか前のようには営業ができてないので、営業時間が前を10時から朝10時から夕方の4時まで、10時から16時という形で営業しておりましたが、現在はその時間中店にいるということでは全くなくて、その時間の中で 1,2 時間取るというような形ですね。2時間を限度にご申請をいただいて、で対応できれば対応するという形でやっております。なお電話などもちょっと受け付けておりません。手数をおかけして恐縮ではありますが、ちょっとできる範囲での営業となっておりますので、ご理解いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チュー。